ECC83。1960年代の音響機器で使用されている二つの三極管座 3CX1500A7。無線送信機に使用される現代の 1.5kW パワーの三極管。円筒構造はプレートに取り付けられたヒートシンクであり、動作中にここに空気を吹き込む。低電力三極管の例。 1918年から1960年代のミニ三極間三極真空間は真空にしたガラスがいい木の内部に三つの電極を持つ電子増幅真空間。三極間とも言う。リードフォレストの1906年のアウジオンから発展し、グリッド電極を熱電子ダイオードに加えた部分真空間である。最初の実用的な電子増幅機であり、 4極真空管や5極真空管などの真空管の元になった。この発明により電子工学の時代が築かれ、増幅無線技術と長距離電話が可能となった。トランジスタにとって変わられる1970年代まで、ラジオやテレビなどの家電で広く使用されていた。今日まで残っている主な用途は、無線送信機及び産業用 RF 加熱装置の 高出力 RF 増幅機である。近年では、真空管ベースの電子機器の音を好むオーディオマニアに、より真空管のオーディオシステムに新たに関心が集まっているため、低出力の三極真空管の需要が再び高まっている。トライオードという名前は、イギリスの物理学者、ウィリアム・エクルズにより1920年頃に造語された。ギリシア語でタウロー・デルタに由来し、 トライマイナスとフォードスより、原因は三本の道が交わる場所である。最初の真空管である1908年のドフォレストのアウジオン。平らなプレートが上にあり、その下に、ジグザグのワイヤーグリッドがある。フィラメントはもともとグリッドの下にあったが、燃え尽きてしまっている。リーベン・ライス管。もう一つの原始的な三極間であり、ロバート・フォン・リーベンにより、 アウジオンと同時期に開発された。熱電子真空管が発明される前、フィリップ・レーナルトは1902年に光電実験を行っている間にグリッド制御の原理を使用していた。ラジオで使用された最初の真空管は1904年にジョン・フレミングがラジオ受信機の検出機として発明した熱電子ダウォードまたはフレミングバルブであった。 これは加熱したフィラメントとプレートの二つの電極が中に入った真空ガラス球であった。真空三極管はアメリカの技術者リード・フォレストとオーストリアの物理学者ロバート・フォン・リーヴェンにより1906年にそれぞれ独立に特許が取得された。フィラメントとプレートの間に電流を制御するために3番目の電極であるグリッドが加えられている。 1906年3月に特許が取得された、フォンリーベンの部分的に真空にされた酸素子の管は、微量の水銀蒸気を含み弱い電話信号を増幅することを目的としていた。1906年10月よりド、ドフォレストはダイオードに電極を加えることで酸素子管の設計の特許をいくつか取得した。これを、アウジオンと呼び、電波探知機として使用することを目的にしていた。 グリッドをフィラメントとプレートの間に配置した3極間の設計となったものは1907年1月29日に特許が取得された。フォンリーベンの真空管同様、ドフォレストのアウジオンは不完全に真空にされ低圧の機体を含んでいた。フォンリーベンの真空管は発明から7年後に第一次世界大戦が勃発する直前にフォンリーベンが死去したためあまり発展しなかった。 ドフォレストのアウジオンは1912年頃、何人かの研究者によりその増幅能力が認識されるまであまり使われていなかった。彼らはアウジオンを使用して最初に成功した増幅無線受信機と発信回路を作成した。増幅に多くの用途があったことが急速な発展のきっかけとなった。 1913年までに真空度を高めた改良型がドフォレストからアウジオンの権利を購入した、米国電話電信会社のハロールド・アーノルド及びゼネラルエレクトリックのアービング・ラング・ミュアにより開発され、ラング・ミュアはこれをプリートロンと呼んだ。これらは最初の三極真空間であった。トライオードという名前は素子の数が異なる。 他の種類の真空管と区別する必要が生じたことから後に出てきた名前である。ドフォレストとフォンリーベン、及びドフォレストとジョン・フレミングが代表を務める、マルコーニ無線電信会社との間には長期にわたる訴訟があった。1912年の三極間の増幅能力の発見は、電気技術に革命を起こし、能動電気機器の技術という電子工学の新たな、 分野を生み出した。三極間はすぐに通信の多くの分野に適用された。三極間連続波無線送信機は扱いにくく非効率的な減衰波ひばな送信機にとって変わり、振幅変調による音の伝送を可能にした。増幅三極間無線受信機は拡声器を駆動するパワーを持っていたため、イヤホンで聞かなくてはならなかった弱い鉱石ラジオにとって変わり、 家族で一緒に聞くことを可能にした。これによりラジオは商用のメッセージサービスから最初のマスコミュニケーションメディアへと進化し、1920年頃にラジオ放送が始まった。三極間により大陸横断電話サービスが可能になった。ベル電話会社がアウジオンの権利を購入した後に発明された三極真空管理ピーターにより電話が 約800マイルという非増幅での限界を超えて伝えることができるようになった。ベル電話会社による最初の大陸横断電話回線の開通は3年後の1915年1月25日に行われた。三極間により可能になった他の発明にはテレビ、パブリックアドレスシステム、電気蓄音機、陶器映画がある。三極間は四極間や五極間など後に 開発される真空管の技術的基盤となり、以下で衝突する三極管の欠点のいくつかを改善した。三極管は、ラジオ、テレビ、オーディオシステムなどの家電に非常に広く使用された。1960年代にトランジスタにより置き換えられ、三極管により起こった真空管時代が終焉した。今日、三極管は主に無線送信機や、 産業用加熱装置など、個体物理半導体デバイスが適さない高出力の用途で使用されている。しかし、最近では三極管や他の真空管装置が高いフィデリティのオーディオと音楽機器に復活している。これらは真空蛍光ディスプレイとしても使用され様々な実装があるが、本質的にはすべて三極管装置である。 現代的な低電力三極真空間の構造。ガラスと外部電極は構造を明らかにするために部分的に切り取られて示されている。電極の記号を示す三極間の回路図で使用される回路図記号すべての三極間は電子を放出しフィラメントにより加熱された熱陰極電極電子が引き付けられる。 平らな金属プレート電極と電流を制御するため2つの電極の間に置かれワイヤーの仕切りからなるグリッドを備える。これらは空気が取り除かれおよそ19アトムと高い真空になったガラス容器内に密閉される。フィラメントは最終的には燃え尽きてしまうため真空管の寿命は限られており交換可能な部分として作られており。 電極はソケットに差し込む端子ピンに取り付けられている。動作寿命は小さいものではおよそ2000時間であり、電力管では1万時間である。低電力の三極管は同心円の構造であり、グリッドとアノードが円形、または楕円形の円筒であり、仮想度を囲んでいる。仮想度は中央にある細い金属管である。仮想度の内側にはヒーターと呼ばれるフィラメントがあり。 高抵抗のタングステンワイヤーの細いストリップで構成され、仮想度を灼熱する。このタイプは関節加熱仮想度と呼ばれる。この仮想度は酸化カルシウムや酸化トリウムなどのアルカリド類酸化物の混合物で被覆されているため、仕事関数が低下し、より多くの電子が生成される。グリッドは細いワイヤーの螺旋、または仕切りで構成され、仮想度を囲む。アノードは 板金の円筒、または長方形の箱である。これは熱を放射するために黒くされ、しばしば熱放射フィンが備え付けられている。電子は仮想度からグリッドを通って、アノードに向かい半径方向に移動する。素子は運も、またはセラミックスの絶縁体により、所定の位置に保持され、電極が接続ピンに引き出されるベースに取り付けられた、硬いワイヤーにより支持される。ゲッターは、 時間の経過とともに管内に放出された気体を吸収することで真空を維持するのに役立つ。間接的に加熱された仮想度の放射コーティングは管内の高いイオン衝突により破壊されるため、高出力の三極管は通常、仮想度として機能するフィラメントを使用する。トリウム加工されたタングステンが最もよく使用される。タングステン中のトリウムは表面に単分子層を形成し、 電子放出を増加させる。これらは一般的に関節加熱加速度よりも高い温度で動作する。缶のエンベロープはガラスではなくより耐久性のあるセラミックで作られていることが多く、セラミックは融点が高いため生じる高熱に耐えることができる。アノードの電力散逸が数百ワットを超える管は通常積極的に冷却される。 重い銅から作られるアノードは管の壁から突き出ており押し込まれる空気または水により冷却される大きな外部品付き金属ヒートシンクに取り付けられている。ソ連の東大管65局長を短波で使用する低電力三極管の一種である東大管は電極管の静電容量とリードインダクタンスを減らすために平面構造になっており灯台のような見た目をしている。 ディスク上の仮想度、グリッド、プレートが管の中央にある平面を形成し、層の間に空間があるサンドイッチのようになっている。下部の仮想度は管のピンに取り付けられているが、グリッドとプレートは管の上部にある定員ナクタンスの端子に引き出されている。グリッドは途中の金属リングに、プレートは上部の金属ボタンに接続する。 これらはディスクシール設計の一例である。より小さな例では図に示されているように8進法の口金ピンが不要であり、ヒーターや DC 仮想度含む全ての接続がコンタクトリングに依存している。同様に高周波性能は走行時間により制限される。走行時間の影響は複雑であるが、一つの単純な影響は グリッド負荷とも呼ばれる入力コンダクタンスである。極超短波では、グリッドに到達した電子はアノードに向かう電子と位相がずれることがある。この電化の不平行により、グリッドは低周波、回回路特性よりも、はるかに小さいリアクタンスを示す。走行時間の影響は、管の間隔を狭めることで少なくすることができる。416バイトや7768などの、 真空管は 4GHz までの動作が示されている。これは、グリッドと仮想度の間隔が 0.1mm のオーダーと非常に狭くなっているのが特徴である。これらの非常に狭められたグリッド間隔は、従来の軸上の設計よりも、はるかに高い増幅率も提供する。7768の増幅率は225で、あるが、6AV6 の増幅率は100であり、 これが軸上の設計で可能な最大値である。これらの設計では、アノードグリッド間の静電容量は特に低くない。6AV6 のアノードグリッド間の静電容量は 2PF であり、7768では 1.7PF である。マイクロ波間で使用される電極の間隔が近いと、静電容量は増加するが、それより低い周波数を扱う下と比較して寸法が、 全体的に小さくなるため、静電容量の増加は相殺される。仮想度とフィラメントが異なる三極間フィラメントが仮想度として、機能する三極間フィラメントが省略された、三極間の回路規模フィラメント、仮想度、グリッド、プレート三極間では、金属仮想度を熱することで、熱電子放出と呼ばれるプロセスにより、電子が管に放出される。仮想度は、 薄い金属フィラメントを流れる離れた電流によって真っ赤に加熱される。高出力の三極間ではフィラメント自体が仮想度であるが、ほとんどの場合フィラメントが離れた仮想度電極を加熱する。実質的にはすべての空気が管から取り除かれているので電子は自由に移動することができる。20V から数千 V までの正の DC 電圧がアノードに印加される。 負の電子はまさに帯電したアノードに引き付けられ、管内に仮想度からアノードへの電子の流れが作り出される。この電流の大きさは仮想度とグリッドの間に印加される電圧により制御することができる。グリッドは電子のゲートのように機能する。グリッドの負の電圧が高くなると一部の電子が反発するため、アノードに到達する電子の数が少なくなり、アノード電流が小さくなる。 グリッドの性の電圧は仮想度から電子を引き寄せ、アノードに到達する電子の数が多くなり、アノード電流が大きくなる。従って、グリッドに印加される低出力変動信号は、はるかに強力なアノード電流を制御し、増幅を起こすことができる。グリッド電圧の変動は、アノード電流に同じ比例変動を起こす。アノード回路に適切な負荷抵抗を配置することにより、 変動する電流が抵抗の両端に変動する電圧を引き起こす。この電圧は入力電圧の変動よりもはるかに大きくすることができ電圧利得を得る。三極間は通常オンのデバイスでありグリッドの電圧がゼロの時にアノードに電流が流れる。グリッドが仮想度に対して負になるにつれてアノード電流は徐々に減少する。通常一定の DC 電圧が グリッドに印加され、管を通る DC 電流が設定され、変動する信号電圧がそれに重ねられる。グリッドにおける十分に負である電圧は、電子がアノードに到達するのを妨げアノード電流をオフとする。これはカットオフ電圧と呼ばれる。カットオフを下回ると、アノード電流はグリッド電圧に応答しなくなるため、グリッドにおける電圧は忠実な増幅のために、 カットオフ電圧を上回っている必要がある。三極間は動作が N チャンネルやヘッドと似ている。これは通常運であり、グリッド、ゲートがソース、仮想度に対して負になるにつれて徐々に低くなるプレート電流を示す。カットオフ電圧はやヘッドのピンチオフ電圧または VGS と同等であるが、この類似性は限定的である。 三極間のアノード電流は、グリッド電圧だけでなく、アノード電圧にも大きく依存するため、回路内の電圧源として現れる。ヤフェットのドレイン電流は、ドレイン電圧の影響をほとんど受けないため、四極間、または五極間と同様の動作をする、低電流デバイスのように見える。ヤフェットと四極間、五極間は三極間よりも、はるかに高い電圧利得を提供する。 オルゾー SG ブラウンのタイプ G テレフォンリレーは電力を増幅することができ、早くは1914年に使用されていたが、周波数範囲がフィデリティが制限された純粋な機械装置であった。これは限られた範囲の過長周波数、本質的には音声周波数にのみ適していた。三極間は音声及び無線周波数で、 電力利得を提供する最初の引き換え的装置であり、無線を実用的なものとした増幅機と発信機に使用される。多くのタイプは低程度から中程度の周波数及び電力レベルでのみ使用される。定格が数千ワットの大型の水冷三極管は無線送信機の最終増幅機として使用されることがある。特殊なタイプの三極管は マイクロ波周波数で有用な利得を提供する。真空管は、より安価なトランジスタベースの個体デバイスにとって変わられており、大量に販売される家庭用電気機械器具では時代遅れとなっている。しかし、最近ではやや戻ってきている。三極管は、特定の高出力 RF 増幅機及び送信機で引き続き使用されている。真空管を支持する人は、 真空管のハイエンドやプロのオーディオの用途での優位性を主張するが、個体、MOSFET も同様の性能特性を備えている。ECC83 三極間動作特性3、極間のデータシートにおいては通常、アノード電圧及びグリッド電圧に対するアノード電流が与えられる。ここから、回路設計者は特定の三極間の動作点を選択することができる。 画像に示された特性の例では、200V のアノード電圧はとマイナス 1V のグリッド電圧バイアスが選択される場合、2.25mA のプレート電流となる。グリッド電圧を変化させると、プレート電流が変化する。プレート負荷抵抗を適切に選択することにより、増幅が得られる。クラス A の三極間増幅器では、アノード抵抗がアノードと正の電圧源の間に、 接続される。例えば、RA イコール1万オームの場合、電圧効果は次のようになる。i イコール2 2 5ペアのアノード電流が選ばれた場合、バライコールや RA イコール2 2 5ト入力電圧増幅がマイナス 1.5V からマイナス0 5トに変化すると、アノード電流は1.2から3 3ペアに変化する。これにより、 抵抗の電圧効果が 12V から 33V に変化する。グリッド電圧がマイナス 1.5V からマイナス 0.5V に変化し、アノード抵抗電圧効果が 12V から 33V に変化するため、信号が増幅される。増幅率は、出力電圧の振幅を入力電圧の振幅で割った値であり、この場合21である。ありがとうございます。